ということで今週も始まりました。3月13日月曜日です。今日も私に来たいと思います。あいにくの雨模様ですかね。まあだんだん弱まってきたんで、行く頃にはちょっと晴れてるといいなってか、まあ雨が降ってないといいなと思います。行ってきます。残念、雨です。すごい、この雪解け水の川見てるだけでゾッとしますね。ということで歩いて到着しました。余談ですが、最近友人の結婚式がありまして、はい、よかったね、よかったね。なんかほんと久々にあんな笑ったね。生きててよかったって久しぶりに思った。サイクリングマシンです。今までの人生で専門学校時代の時が一番楽しかったから、本当に。はい、続いて柔軟になります。まあそのね、友人の一人に、え、マジでもしかして YouTube でやってるよねって言われました。はい、はい、終わりです。あ、で今日怖いことだったんですけど、この棒いきなり倒れたんだよね。特に風が入ってきてるわけでもないし、うん、私が柔軟運動してただけなんで激しいことしてないから、なんだろう、ま、なんか振動で倒れたんかな。一応なんか心霊的なもの映るかなと思ってカメラ回してみたんだよね。いきなりバタンとか言ってさ、倒れたんですよ。まあ私は心霊とか幽霊とかあんま信じないんですけど。ということで今回もサイクリングマシン、柔軟腹筋50回、ランニングコース回って、胸筋鍛えて終わりとなりました。仮の風景を歌ってみた、どうぞ。影になったらにやついて、光が差したら神妙に、声を止められた僕たちは触ることもできない、おかしな話も本当になって、血を張って駆け巡る、潜ったら潜るだけ、中心は逃げていく、世界を見限って前に走る、それしかできないけど、もうそれで十分さ、でも言わせてほしい、日々の右脳、Oh what you know、 何も知らないくせにデジャバって、日々の右脳、Oh what you know、 本当に品がないな君たちは。3月14日ホワイトですね。ホワイトお返しくださいお返しくださいということで、今日も同時に行きたいと思います。行ってきます。ということで3月14日今日は何も取れませんでしたってことで、サイクリングマシン、柔軟腹筋50回、ランニングコース回って胸筋鍛えて終わりです。帰りの風景歌ってみた、どうぞ。二人の間通り過ぎた風は、どこから寂しさを運んできたの、泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか、僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ、嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を追い越したんだよ。3月15日水曜日です。ホワイトデーたくさんもらっちゃいました。ありがとうございました。それでは行ってきます。ということでやってきました、3月15日水曜日です。いい天気でした。今日もね、人がいてあまり取れなかったんですけど、まあ、ランニングコースの様子だけお見せします。今日もサイクリングマシン、柔軟腹筋50回、ランニングコース回って、胸筋は人が使ってたのでできませんでした。帰りの風景は歌ってみたです、どうぞ。手探りで夢を見る、何もないただ信じて、空までか遠いほど片道切符を求めて、おーおーおー、気づいてくれる人がいる、誰も見向きもしなくても、肩を組んで笑ってきた、僕らはきっと負けない、 Oh, 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 I don't want any see いつだって今が、 Oh, 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 oh,
常にスタートライン Music for everything 遥かなユニバース走れスタートライン。3月16日土曜日、今日も運動しに行きたい、間違えた3月16日、木曜日、今日も運動しに行きたいと思います。前ラジ収録のため歌ってみてありません。髪の毛バッサリいっちゃいました。ロングが好きだったからすいませんでした。行ってきます。あのちゃんじゃありません。3月16日木曜日です。今日も行ってきました。サイクリングマシン、柔軟、腹筋50回、ランニングコース回って胸筋鍛えて終わりとなりました。ということで、今日は前ラジ収録なのでこの辺で終わります。次継続日です。じゃあね。3月17日金曜日です。今日も運動しに行きたいと思います。今日は継続日です。それでは、3月17日金曜日です。今日も行ってきました。サイクリングマシン、柔軟、腹筋50回、ランニングコース回って今日胸筋は、人が使ってたのでできませんでした。体重計乗ってきます。はい。おお、1キロ太りましたね。あちゃー。はい、ということで腹筋の方見てきてます。でこんな感じです。今日月曜日なんか怪奇現象あったね。あれマジ怖いわまあなんかの振動かどっかからの隙間風で倒れたんだと思うんだけど。はい、ということで来週も頑張っていきましょう。